ところで、マリサは肉の焼き加減、どのくらいが好み？レアが好きだぜ。あの中心部への熱の入り具合、ジューシーさ。辛抱たまらん。わかるわ。でも一歩間違えれば生肉の状態じゃない？下手したらお腹を壊す可能性もあるし、結構リスキーよね。そこはプロだから大丈夫だぜ。とはいえ、フレンチでもよく見かけるレアの肉料理。実際のところ料理人はどう見極めるんだろうか。レアの食べられる基準についてうちのシェフに聞いてみたわ。主に2点で見極めています。まず、太もものような弾力があるか。そして肉汁の色は真っ赤から透明に変化したか。ジューシーかつ肉汁が溢れる柔らかな食感を目指して仕上げます。わえー。ちなみに、レアは半熟卵を意味する英語の古語から生まれたとされているぜ。わかりやすいわ。生物を食べるのは贅沢なことよね。お疲れ様です。それ痛かっただけだろ。